ないもん。次のおしゃれ大会でクソみそにダメ出して。山ほどあるじゃないか。皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もレイジ2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、メインミッションウェストランドのセレブを攻略したところ、で今日もね次のメインミッションを攻略していきましょう。今日のメインミッション、これがですねこっちかな、またジョンさんかな。ミッション目標信号、ガンバレルの電力が復旧したのでマーシャルはプロジェクトダガーに集中できるようになった。だが計画に不可欠の部品が不足している上、マーシャルの情報やグローが任務中に行方不明になっている。何をするにしても自分でやった方が良さそうだというもので、グローさん、あのバグで増殖していた女性ですね、アル中の行方不明になったんか。でその前にこの人アップグレードを買っておきたい。商人今ですね、8299円これそれ全部買っとくか。ウィングスティックとグレネードとライフ回復薬で、最後にオーバードライブで、さらにこれ買っとこうかな、ナノトライトブースター。よし、こんなもんでしょう。さあこれでちょっと待ってね、所持品これどうなったの。今ねティア3、複数の敵に当たることがある。ウィングスティックの威力が 15% 上昇する。火力アップと、これもいいね。グレネードの爆発半径が 30% 拡大する。範囲アップ、あとねこれもすごい、ライフの回復量が 25% 増加する。4分の1アップで、さらにオーバードライブ回復薬、オーバードライブ回復薬を素材から作成できる。これ、一応作っとくか。とりあえず。あと、アビリティ回復薬。アビリティ回復薬は30秒間にわたってクールダウンの回復を促進する。これあんまり使ってないね。と、資源。よし。さあ、これで行きましょう。トラベル。こっち。ジョンさん。会いに行く。よしよし。待ってますからね。さあ、久しぶりのガンブレル。でね、本作、このミッションを含めて残り4つかな。全クリまで。なんで結構短いと思う。まあ逆を言えばいかに探索に肘を置いてるか。探索と戦闘ゲーですね。元気？さあそっち。グローこれどこ行ったんだ。分身はしてないもんな。でそっち。ジョンさん。会いに来たよ。どっちだ？下にいる。これどう下に行くんだっけ？こっちか。で兵器庫。いやウォーカーこっちだ。よしお待たせ。何が問題なんだ。グローが消息不明だ。彼女の情報がないと身動きが取れない。どうして。スクランブラーがあれば奴らのセキュリティチェックを通過できるが、オーソリティのセキュリティシステムに合わせて調整する必要がある。でなきゃ使えん。それでグローを偵察に出したが連絡が途絶えたんだ。君が来る直前にこれが届いた。最後の通信だ。マーシャル、こちらグロー。古いオーソリティの洞窟を見つけた。中の回線からオーソリティのデータにアクセスできるはず。そしたらセキュリティシステムの状況がわかる。でもイモータルシュラウドが辺りをうろついてる。使えるものとか殺せる相手を探してんだろうね。見つからないよう気をつける。スパイを発見した。捕まえて連鎖でクルートに連行しろ。マーシャル見つかった。捕まっちゃったよマーシャル。イモータルシュラウドはイカれたクズどもだ。拷問が趣味のな。オーソリティの洞窟を示す座標が必要だ。腕利きのスパイを死なせるわけにはいかない。不死なんかじゃないって証明してやるよ。そしてグローを救出する。頼んだぞレンジャー。あの大酒飲みを無事に連れ帰ってきてくれ。さあ普通にとっつかまったのか。イモータルシュラウド、不死のシュラウド、多分強化個体かな。さてでどこに行く。行ったマップ見てこっちらしい。あですね、ミッション信号。これね、そうここら辺とかに行きたいんだけどトラベルできないんだよな。ひたすら行くしかないか車で。さあこれちょっと待ってね、カットしながら行こう。しかしどうしようかな、意外と短く終わってしまう。次何やろう。なんかご希望ありますかね。皆さんなんかこれやりなさいっていうゲームあったらね、ぜひともコメントに
残していてください。やるかどうかは別として参考意見になるんで。そうね、ゴーストリコンとかいいかもね。ゴーストリコン割となんです、買って一回も起動してない PC 版。もうすぐレーザーネックルーストだ。よし、グローは位置情報デバイスを持っている。情報屋には不可欠の道具だ。信号を発しているから、その周波数を拾って。あ、ちょ、敵いる、よし、引いとこ。目的地に到着。さあ、この近辺で何？シュラウド全員倒す。そっちなのか、多分そっちだよね。周辺他にいないもんな。そこにちらほらいる。あっちかな。いたマップ。ここのね、そっちらしい。あ、ですね。そこら辺か。よし。行きましょうか。これ割といる？で、さらにアークチェスト。チェストどっかにあんのか。探さないと。あ、いましたね。いっぱいいる。さあ、これは、ためぐれで、掘れ。よし。あ、勝て。あそこにいた。さあ、これも、ためぐれ。よし。この距離はね、辛いな。突っ込んでいくと死ぬっていうの、こっちも。怖え。これそうね。オーバードライブ。使っておこう。こっち。先に減らして、死んでね。よし。あと、こいつね、この資金な。これ待ってね。こっち。ウィングスティック。これ使ってみよう。ロックできるらしい。あんま死ねえじゃん、これ。もっと寄んなきゃダメ？そこに1匹。さあ、こいつは、ちょっと突っ込んでからのアイドン。よし。さあ、どうかな？全員倒す。いや、全員じゃないのか。さあ、弾薬取って、アークチェスト。あれは、できれば回収しておきたい。どこにあるかな、アークチェスト。わかりやすいところに欲しい。ここら辺ないか。そっち全員倒す。え、てかいなくない？もういないよ。これどうなっとる。よし。さあ、物品回収し、フラグ。よし、フラグはでかい。ね、そっちの、あ、いた。いたわ、そこに。一匹いる。そこの中なのか。はい。そこのですね、そこ、やっぱこっちだね。露骨にないし、他ないか。あとね、保管容器。あれ、7分の0。それがめっちゃいっぱいある。まあ、取らなくてもいいと言えばいいんだけどね。とりあえず中行こうか。こっち。だいぶ広いもんな。さあ、グローの信号。だんだん強くなってる。そこにピッチ。これ、勝ち割って、ここにいる。はい。まずい。あれやべえ。さらにドローン。この夫人まずいな。強ポジ上にいっぱいいる。ね、フラグじゃないんだよな、ここは。よし。
ですね。こいつ地味に、俺は突っ込んだら死ぬやつ。よし、俺そうね、一回回復かな。降りてこねえ、全然来ねえ。いやらしい。よし、一匹来た。んだ、帰るんかい。ちょっと見えねえんだよな。こっち来いよ、もう。よし、さあ、アーマーもげて。はい。いやー。うっそ、そこいられたらそれ、なんもできんて。フラグ。よし、いた。さあ、これで、特攻する。よし。さてさて、ゆっくり探索しよう。どっかな？何がある？そっち側。こういける。かくれんぼ。弾薬とジャンク。ジャンクね、これ確か5円かな？ 5 円で売っていきます。結構いいお金になる。こっち、よし、いけるんですね。ここだいぶ静かだな。さあ保管容器。ね、やっぱそっちかな。さあ物資もらい、上行ってそっち。多分チェストもこの中でしょう。いるんだよな、めっちゃいっぱいいる。これはね、ショットガン。プラス、ウィングスティック。おらー、よし。で、フォーカス。何かを爆発させられると思うんだけど。あ、そこにあった。なんか、やばい光線みたいなの飛んできてなかった、今。なんだあれ。さあ、回復。そうだよ。よし。あー、ゾロゾロ来たな。これは待ってね。上から来る。いや、来ないな。おー、ここにいた。びっくりした。はい。こうじゃ。さあ、オーバーダイブ。使っていける。あれ何あれ何、初めて見る。そのエフェクト。なんじゃそれ。何を使ってんだ。電流系の兵器。上？やべえこれ。ちょっと待ってね。これな、慎重に行こう。さあ保管容器これ取って、アークチェストここにある。なんだいつ。やべえの来たぞおい。これはまあオーバードライブでしょ。オーバードライブ。あいつか。これ避けるんだ。ジャンプしたりして。なるほどね。さあ回復。よーし。さあ大体やった。奥に一匹。国内の装甲兵か。重装兵。で、チェスト開いて。マシンパーツ。車のパーツね。強化できる。よし。そう、この木箱もね、あと保管容器ね、あれもね、ちょっとサイズがおかしいな、これ。立った状態で壊させてほしい。できれば。これみんなそう思わない？そこにいる。今のフラグ？よし、あ、あれか。ドローンか。でね、そこに一匹。どっから湧いた？よし。さあ、とりあえず全員らしい。レーザーネックルースト。で、7レベル。もういないってことか。要はね。保管容器。まあ、チェスト取ったからいいか。この奥。扉開きません。こっちかな。さあ、グローの信号、だいぶ強い。
もうちょいだ。さあここかな。グローは死んでる。あ、これか。でも信号はまだ生きてる。デバイスを飲み込んだんだな。拷問されて死んだのか、グローさん。さすがにもう分身できまい。ただ敵は取る。取ったの？アンジェル、シルドから逃げ切れなかった。トランクに閉じ込められてる。中でこれを録音してるんだ。もう会えないだろうから言っておこうと思って。あんたは私が会った中で一番立派な人間よ。オーソリティの座標はこの位置情報デバイスに入ってる。言われた通り丸ごと飲み込むね。体を切り裂かれて取り出されないといいんだけど。あんたなら信号を追って私を見つけてくれるって信じてる。じゃあね、友よ。マーシャル、悪い知らせだ。グローを見つけたが死んでる。くそ、グロー死んだか。じゃあな、待っていてくれ。あの世でまた会おう。グローが命がけで守ったデバイスを見つけた。これで奴らのアジトがわかる。行ってこい。奴らのセキュリティシステムを確かめなくては。今から向かう。グローの死を絶対無駄にはしない。そうだな、グローは一緒に戦ってくれている。さあこれで次、基地を調べる。これがですね、どっち、放棄された基地、これか。ずっと下の方、ここまで行くんだ。ツイスティングキャニオンズ、いくつもの渓谷が複雑に入り組んだ地、レンジャーとウォールラットの軍事拠点、そしてウォーカーの故郷であるバインランドがある。昔は周辺地域の壮大な景色や切り立った崖を見ようとたくさんの旅人が訪れたものだが、今となっては過去の話だ。ここに行くのか。まあ、一旦とりあえずポチして。そんなに遠くないか。待ってろ。で、私の車がですね、そっち、さっきのオーディオログね、どうやって取り出したんだよ。そういったツッコミはしてはならない。やっぱね、純粋にシューティングかな。戦闘を楽しむゲームですね、本作は。ストーリーとか、まあ、二の次っていう感じ。だーい。たいたいたい、なんですか、これ。なんですか。これ誰だよ、こいつら。なに、ゲームを冒涜してから死んだの？突然すぎない今のも。なんだね。あれね、結構前かな。プレス4のフリープレイで、バレットストームっていうゲームがありまして、あれもね、こういったヒャッハー系の FPS なんだけど、結構面白かったね。ただね、プレス4版、FOV の調整ができないんですよ。視野角の。あれがね、本当にきつかった。めちゃくちゃ吐きそうになった。よし。さあこれ乗っかって、正面かな。ちょっと待ってね。正面ですね。この道中がね、多分出てない。一旦消して、よし、再セット。よしよし。で、おそらくまたドンパチかな。あ、ここもそうか。スイーティングキャミオンズ、ショートカット。さあ残り1キロぐらい。やっぱ車速いな。何？なんかポッドが来たぞ。ただ、あれか、セントリーか。これちょっと待ってね、やっとくか。待ってますからね。レベル上げとく。はい、こっち。まあここかな。避難して削っていく。あ、これね、弱いやつだ。非常にやりやすい。ゲージが 2しかない。よし、まず1本これ削って、
携帯変化1回のみ。はい、で再び削る。シュッ、よし。さあこれ壊せば多分レベルアップか。いいで、今の見えんかった。よし、さあやったぞ。でレベルアップしてもらいたい。5、よし。で多分これで次のミッション出るんでしょう。あの人レベル5だもん。でその上があるかどうか、レベル10とか。あで物資、物資これしばしお待ちください。あとね、ここに保管容器、これないか、全くないわ。よーし、じゃあ先行こう。これ味方だろ、撃つな、こっちに。なぜ後ろに撃つ。ウォーカー、こちらルーサム、攻撃いろいろ分かったの。いいことも悪いことも。さあこれでミッション発生。実はクレイトンの悪趣味な地下牢にあったタンクなんだけど動かないの。でも解決できるはず。オフィスによるよ。これ次回かな、次のストーリーミッション。水面下で、さあもうちょい、100m ちょい。グローの話は本当だった。イモータルシュラウドだ。これ敵じゃね。あ、でもグローを襲った連中だな。中に入って情報を入れる。削る。ろくでもないクソどもなんだ。あ、まずいオーバーヒート。情報だな、わかった。ついでに奴らを殺して。よし、さあ降り立って、そんなか。待機中モードに行きましょう。ちょっと消えるんか、忍者タイプ。ただ主人公補正、こっちは勝つ。アイテム、アイテムないかな。うん、特にないですね。箱もない、ショットしてる。よし、さあこれ取ってフラグこっちに変えていきましょう。ここで新武器とか新スキル欲しいな。ないかな。データパッド3分の0、データパッドと保管容器。まあ、とりあえずガンガン行こう。ジャンクジャンク。でも放棄されたっていう割に普通になんか稼働してそうじゃない？あとの奥にいたな、しばらくこの場所を使ってないみたいだ。わかるのはそのくらいだ。心配するな、そこで間違いない。見た目に騙されるな。そこからオーソリティのシステムに侵入するぞ。さあ近いな、そこに2人。あいつらか。よし、これ容器そこに1個。あとデータパッドありそうね。ほらデータパッド、これはないかな。ないですね。これなんだろう、中になんか詰まってるのか。ここね。で奥にちらほら、これかデータパッド。よし、これちょっと長いんでね、かいつまんで読んでいきましょう。現在我々のチームは各部位の開発を完了し、私がミューパーと呼ぶミュータントパーツのストックも揃いつつあります。これらのミューパーはシリコン素材の骨格に容器で培養した肉組織を組み合わせたもの。すでに培養精度も向上しています。この手法の利点はこれまで以上の柔軟性と筋力を付与することができること。で、それを使ってタイタンという兵器を作ろうとしている。まだ試作型。巨人かな？小型なのか。タイタン。これ初めて聞きましたね。他に、これ何？機械素材。と、正面。ちらほらいる。こっち。これは、こっちなのか、認証する。いや、でもそこ行けるんだよな。行ってみるか、こっち。で、これ個室？いや、違うんだな、奥行ける。待ってね。どう行くかな。そっから右、いや、先にこっちかな、だったら。アイテム、アイテム。よし。
これ取って、そこに、そう、4匹。あ、あれいけないのか。なるほどね。つまりこっち。こういって繋がってる。ですね。すぐ近く。これさね、フラグでやってしまったらもったいない。殺し合いがしたい。一発、ん、いや、これかな。シャター。よし。ぶっ飛んでった。で、左から来る。まずい。はい。よし。こいつ。さあ、行ったか。あとね、そこにいたね、今。いや、気のせいか。幻覚だった。よし、さあ、弾薬取って、こっちはもうないかな。ね、繋がった?あ、繋がりましたね。爆弾でかな。で、スキル貯めて、この奥。そんなに敵は多くない。もっと殺しに来い。マーシャル、シュラウドの奴ら、かなりの突貫工事をしたみたいだ。オーソリティの通信回線に古い CPU を取り付けて、主要回線からデータを吸い取ってる。奴らも役に立つじゃないか。デバイスを使ってデータをダウンロードしてくれ。さあ、これかな?多分ね、これあれか。防衛線だわ。守るんだ。あ、画面割っちゃった。データがどんどん来てる。よし。で、そこから来る。これ何来る?フォーカス。あ、これか。これぶっ飛ぶんだ。あー、このでかい人来た。ちょい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 。ためくれ。よし。さあ、オーバードライブ。これ溜まって。それなんなんそれ。こいつ。あ、ドローン。よし、いた。次、そっちなのか。どっから来る?ね、終わったの?終わったっぽいな。マジか。何ウェーブか来るんじゃないんだ。さあ、ジャンク品。と、弾取って。これ、そうね。正直、一番上の難易度、あれでもいけるかな。今、ハードなんだけど、割とね、いける。全然いけてしまう。で、これ撃つとぶっ飛ぶんですね。よし。次だ。そっち。そこに待ち構えてる。シュラウドを始末したと思ったら、今度はオーソリティかい。あいつなんだね。ジャンプしてた。あれ、オーソリティ?さあ、ここも、ためぐれ。よし。こいつらか。逆光で見えねえ。なんだあれ。なんか来たぞ。痛い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 。アイテムアイテム、ないかな。そこ、見えない。逆光で全く見えねえ。弾薬はまあ嬉しいんだけど。あ、そこにいた。よし。あとは?そこにいる。地味に勝て。奥に二人。見える。はい。よし。戻った方がいい。この情報があればスクランブラーも仕上げられる。プロジェクトだが始動だ。了解。さあ、これで帰るのか。保管容器残り何個だっけ。保管容器1個とデータパッド2つ。これな、わからんもんな。単純に見えにくい。これそうだね。まあ、一旦帰ろうか、お家へ。これで戻ってミッションクリアかな。これトラベルしようか。今ですね、ここにいて、自分の車ずーっとあっちだもんね。ね、200m。だったらまあこっちか。一旦帰ろう、ジョンさん。
これ直通コース欲しいな。で、これをこうね、飛び越えていけないっていう。なぜか知らない。こう行って、再び、こう。よし。話そう。さあ、ご帰宅。マーシャル、それでどうだ？いけるか？うまくいったぞ、君の。それにグローの犠牲のおかげだ。スクランブラーは完璧に機能するようになった。奴らにぶちかましてやるぞ。さあ持っていけ。君の新しい相棒だ。何？何くれたの？これか、スクランブラー。オーソリティのあらゆるテクノロジーから君を隠してくれる最高傑作だ。すごいだろう。これで大きく前進できたが完成じゃない。重要なピースがまだ2つ残っている。一つはウェルスプリングのルーサム・ヘイガーからもらえる。もう片方はクバシロ博士から入手できる。3つが揃ってやっとダガーを始めることができるんだ。オッケー、任せろ。実はミッションクリア信号ね。で、残り2つか。ルーサムとクバシル2人に会う必要がある。さて、でですね、一旦信号クリアして、次回そうね、こっち行きましょうか。ウェルスプリング。で、ミッション目標、水面下で。クレングとクロス将軍がジャングルの奥深くで密会するらしい。対決の時だ。というもの。次回そうですね、まずこれから潰していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回リリース2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。